ケンです。あ、カズヤです。お願いします。あ、誠対ケンということで、はい、一般的にはまあケン有利という風なのが固いという意見だと思いますが、そうですね、誠相手にして、あーっと聖中ですね。やっぱり SA は聖中ですか。いや、うん、どうしてもどっちでもいけると思いますけど、あ、中間でもうなんか別キャラ中が、そうですよね。だからまあドミニオンの立ち回り、まあ割と反応に自信があるんだったらまあ聖中。反応っていうのはどういうところでその聖中を使っていく反応が要求されるのか。なんていうか、その誤差がないと、ええ、端とか攻められた時に、まあ、剣は躊躇するんですけど、誤差、まあ、ワンブロからと3番目で一発で死んでしまいますね、引き上げ、はい、そこで、まあ、積極的に端攻めを、まあ、剣の一番の強みであるところで端攻めを仕掛けることが、まあ、躊躇されるんで、まあ、ある程度ディフェンスの能力が低くても、まあ、なんとかなっちゃうというところがあるんですね。一方で、その選手だと剣がもう自信を持って走り直しに来ますので、そうですね、まあ、どのキャラでも結構同じ感じだと思います。そうですね、まあ、そこで、その画面端から脱出する、まあ、方法ももちろんなんですけど、いかに画面端いかないか、画面端でダウンしないかっていう立ち回りが求められる。あー、なるほど。なんか、まあ、トミニーが今、だいぶ幅を利かしてるカードがですね。そうですね、まあ、一つ言うと、トミニーはあんまりダッシュ投げをもう、なんだろう、見てから、グラップできない。剣のダッシュを見てからグラップができない。グラップはできません。というか、まあ、そういうところを見てるないんですね。つまりそれだけ意識を他に集中させているわけですか。他に集中させているというか、その、なんだろうな、ディフェンスに、そういうところに、意識を割かない代わりに、土佐波の読み合いになる情報を常にキープすることを、それだけを考えている。その相手と自分がどういう風な位置で土佐波を決めるかみたいな、そういう、そうですね、剣がここで攻めてきたら、まあ、剣は同じ状況で3回読み立たないと勝てないけど、ドミニオン1回、まあ、ブロックになり何なりで、そうですね、1回読み立たせば勝てる。そうですね、そういう状況をもうたくさんたくさん作っていくことによって、勝てる。へー、トミニー その一発が、剣が相手に 4、5 回読み勝たなきゃ殺しきらない状況で、その中でトミニーは太さをぶち一回どこかでぶち当てて勝つという。一回で勝てる。結局なんかそれをずっとやっぱり続けていくと、一回はまあ剣が読み勝つことが多くても、最後に勝ってるのは。なるほどだ。そういう感じあるんですね。そして渋さんが1本取り返し、渋さんはどうも正中線で行くみたいですね、今回は。正中線を相手にして、まあ、なんでしょう、誠っつったらおおよそその剣人が橋攻めしてる時に、誠が抜ける手段、橋を抜ける手段というのはもうミモちゃんいわくダッシュ投げしかないですね。他にも何か、バードジャンプ、ああ、前に飛んじゃうわけですね。前に飛んで脱出するっていう方法がありますね。おお、それにこれがまずは強い。確かに誠は距離調整、まあ、ただでさえしにくいのに走りでできない状況で、まあ、剣が寄ってくるところに何かボタンを押すと、もう当たる場合だと大体揃われるか差し替えされるか。そうですよね。なんか誠が剣一キャラ分離れたぐらいから誠がその剣に置き攻めをされる状況、マジで何もできない感が半端なくて、そうなんだよね。そういう
うところで剣がずっと有利にペシペシに技を当てていってダメージ取るような展開っていうのが有効かなとは思うんですけど、マツケンさん、その誠にダメージ取る手段どうですか？今いろいろあると思いますけど、端を攻めている状態で誠に対してこうド密着で置き攻めをしに行くのか、ちょっと離れたところからいろいろ当てていくのか。ド密着で、あそこで投げを嫌がらせて爆発して、まあ投げ式を出させて中和昇竜昇竜。あの橋だと大橋コンパン昇竜昇竜っていう、まあそれはまあ大変下段からも下段から昇竜昇竜入っちゃう。でそれもしゃがみでも入っちゃうんですか？しゃがみでもしゃがみ立ちでも両方、じゃあ下段からいっちゃうんですね。あ、それに加えてちょっと離れても、誠の、まあ、しゃがみ中盤のこれが一応、はい、まあ、現実的に、まあ、そこが速い技の中では、はい、リーチがあってリーチがない、その外から空振りを確認して中足で差し替えてくる。へー、あでもそうすると結構遠いですね。うわっ、ちゃんと立ってる。あー出ますね、素晴らしい。やっぱまあ、あの誠に対して剣でその果敢の陣雷を決めに行く箇所、はい、しゃがみたいパンチって結構反応できるもんですよ。あパンチはそんなに、割とそんなに戻りが早い技ではないので、できるんですけど、まあしゃがみたいパンチは前の方は厳しいんだよね。ちょっとね、先端がしちゃうとは届かないんだよね。誠のしゃがみの判定がなかなかあれですか。そうね、もうしっかり決めてきますね。そうですね、もう誠のダッシュに、しゃがみ中盤置いといて、ちゃんと置いといて確認して、それを確認できるっていうのはやっぱりできるとできないので全然プレッシャーが違う。本当ですよね、誠がうなずきダッシュできなくなっちゃう。そうですね、まあ非常に走ってくるのが誠だと、ガードできるようになるまでも結構早いです、ね、ダッシュガードとかね。そうですよね、これでガードされて人体を回さないっていうのも結構難しいです。ちゃんと当たってるのを確認して出しましょうと。はい、あ、ガードに持ち込めるとだいぶ権威が結構難しい。状況がいくあ、今の試合はなしになります。ちょっとボタントラブルで、あ、ボタントラブルで最初からなんかちょっと怪しかったみたいですね。保険はなんか剣を相手にして誠でやってると全然攻めらんねえなっていうイメージが強い。そうですね、なんか、まあ、最初から別に攻めようと考える必要もそんなにないので、はい、まあ、ダッシュが長くて速すぎるので、そうなんです、攻めるのは、まあ、いつでもできるって考えた方がいい。ああ、逆にそういう風な考え方で、はい、どうもその間合い調整を誠でやろうとすると、そのあの遅いやる気で何とかするしかないじゃないですか。そうですね、さすがに歩き主体でやっていくのは厳しいものもあるので、まあ、補正しながら、まあ、技を置いてですね、はあはあ、まあ、ゲージを貯めていくと。さあ再試合、しぶさんはやっぱ移動から来たの状況作りがかなりうまくて、はい、いつの間にか何かをガードしたと思ったら唐草に掴まれてる。ああ、なるほど、なんかありますね、これセットプレーで狙うことが多いでしょうね。そらくちょっと遠目で8週間をガード化して、うん、この場合なら唐草届かないだろうって、待ってたら立ち上げて、そう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 
ですよ。もう完全にあれは相手にしてられた感じです。まあ、場面を見ちゃったがゆえに、まあ、ただそこで、なんか沖の唾液とかを置いておくと、ギャラリーハンディがずれてるので、アジアキック、本来なら入ったスパッツの頭に、そうですね、ペチって当たっちゃって、カラッ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 して、おいしい、そういう状況もね、そういうのもあるんですけど、アボトが割と命がけな、ではある。うわ、生でパナしていくのはありなんですか？その、大昇竜神代とかよく見る。ちょっと周りの方が使えるんだかもしれないですね。あー、そのもう昇竜時代が使っちゃう場合。はい。神代自体無敵があるわけじゃないんでしたっけ？無敵は一応ありますね。あります。ビタバタコネには一方的に勝てるくらい。あー、3フレなんですけど、発生と同時に無敵が切れる。ああ、じゃあその3フレに重なっていたら相打ちで終わりみたいなパターンですかね。そうですね、こちらにリバースターで出すので、本来そのリアレハンティが出るのって6フレ、ね、はい、そうですけど、今度3フレ、はい、フレで、はい、リアレハンティが発生します。あ、そうかね。リアレハンテ、汗がずれるんで。スウェーデン。本来その、そこを狙って、カラクサで掴むっていうのはありえないんで。ああ、そうですね。たまらない。たまに、たまたまが、ミスって早めにかかっちゃう。たまたま早くなっちゃって。あの、カラクサとかいう技は持続がございますからね。そうなんですよね。コマ投げで持続がある。一応、その、変化この、信頼に対してカラクサだったりすると、下手くそと言いながら、話しといて、相手のカラクサ食らって下手くそと言ったけど、そういう、おぉ、これ、運営的要素もあって、いい感じで取ったり取られたりは、そうですね、まだ本体に全然離れませんよ。これ、理想ゲームになってますね。この辺は、なんだろう、マコトはどの程度の剣側をじらせるか、逆に剣側はその画面を見る時間を増やすとかなんかあるんですかね。ああ、その隙をついて、どっかでクラッと何かを食らっちゃうっていう。そうですね。だからどの程度の省エネっていうか、要所要所だけ画面を見るっていうのがどれぐらいうまいかで使い方が全然違う。やっぱこう10本差6本選手となると長いですからね。そうですね。20分ぐらいの間ずっと集中し続けるなんてのは無理なので、絶対無理ですね。そういうところでどこかでエネルギーを抑えながら、そうですね。だからそこでまあここは塩を置いたり、中盤を置いたりっていう時間を増やして、そうですね。お、うまい、4人と。ここは、渋沢のここは使っていかないタイプですね。そうですね、開幕は結構使ったり使わなかったり、人によるようですけど、まあ、私は使わないんですけど、全然使いますね、今のところは。おっと、でかい。の確定ダメージを取りつつまたゲージが貯められるっていう、ね、本当ですね。で、仮にその試合を落としたとしてももう選手が溜まってる状況ですから、大体そうなりますよね。ここは人の戦略に行われますでしょう。そうですね。まあこの状況で選手が当てれば勝ちみたいなところで、カラクサが取って東方3対3で並んだ。これは実はすごく結構していたり、割とその新木さんがカラクサを、はい、シャンナゴにしてくらうっていう状況がすごくありますね。ああ、もうちょっとそのジャンカードジャンプなのかプロジャンプなのかを使っていってもいいのかなっていう感じですか。
あの一般の詳しい EX 奏者がどの辺の、はい、指摘が効いているのか、うん、という感じなんですけど、うわ、いて実は結構まことも の詳しいチェストとか詳しい EX 奏者とかって、はい、エフェクトが派手なんで、ああああ、結構暗さはうろうろしてる。あのダメージとかね、やっぱり圧倒的に暗くさ、うん、本当ですね。その後のあのクラッと決定は、ね、単発技はとりあえず食らっちゃっても、まあ、はい、辛くさをまず食らわないように。辛くさはやっぱり、まあ、本命なので。そうですね、スイッチが溜まってると、辛くさから、もう一回読み勝つだけで勝てる。本当ですね、はい、辛くさがやっぱりエクシェスとなるとかの後の卓で死んでしまう。そうなんですね。これですか、その後の卓で。おお、狙っていった。おお、これだ。ちょっと辛くさが入りますね。これ投げをクイック取ったら移動辛くさが飛んできてる。ちょっと。シーキさんの立ち回り迷いが見られます。先ほどの前掛けを食らった後にどうやって読み合うかっていう。そうですね。まあ、これは、明確に決めておかないといけません。ええ、4つか5つぐらい、まあ、そう打っておいて、まあ、フレフリとかまで調べるかどうかは置いといて、相手がどのタクを仕掛けてきて、こっちはどういう風な防御手段があるかっていうところですか。マツケンさんの場合、その今さっきみたいに前投げから移動からクサが飛んできますっていうのを見せられたら、どういう風な行動を取ります。普通にガードジャンプ、ロージャンプ、ガードジャンプ、ロージャンプ、まあ、人体ゲージがあれば、交渉に入れたりとか、あ、まあ、生人体でも、辛草が当たる前に、人体が当たるとき、当てますし、うわ、バトステしてもいいですよね、疲れますから。ああ、そうですね、そしたら、まあ、中足なんとかで。入れておくと、壊し、壊し EX 卸しが来てても、まあ、確かにつける。ああ、そうですね。まあ、そういう、一つで複数の。あ、席替えでございます。5対3で渋さんがリード。この展開を見ていて、渋さん、ね、しげきさんの件に対するアドバイス、今のところ何かありますか。まあ、言っていいのか、ちょっとあれですけど、まあ、全然いいという。置き技が少ないかなという気がしますね。置き技、壊しを置くか、中盤を置くかみたいな。あ、はい、その側が、基本的にはリスクを負わせにくい、はい、というのがありまして、前ダイパンとかあのしゃがみダイパンを先端でやってるとか、壊しは前ダイパンに負けません。え、そうなんですか、はい、ああ、前ダイパン、はいはいはい、今のよっぽどその先端じゃなければ、はい、あ、そうなんですか、はい、あ、じゃあとりあえず壊しとけよみたいな。そうなんですね、あのとりあえずそれに要塞を築いて、うお、そこで陣地を築いて、はい、誠はあの下がりとかを見て、はい、まあ、あいつね、ちょっと歩く、はい、歩いて、まあ、画面端までとりあえずね、あのダッシュ、いつか来るダッシュを食らわないようにして、はい、画面端まで行くっていうのが、まあ